今日はですね、僕はタイに28日間住むんですけど、その滞在するホテルのルームツアーをしたいと思います。皆さんもね、これね、だいたいいくらぐらいなのか、一泊いくらぐらいなのか、28日間住んでいくらぐらいするのか考えてみて、当ててみてください。よかったら、それではスタート。5万2000円となっております。皆さん、これは高いでしょうか、安いでしょうか。